2022年6月導入。ハイエナできるパチンコ寝台。ハイエナできるパチンコとは、U タイム、右打ちランプ、潜伏各編など、期待値のある台を紹介していきます。6月6日導入予定の寝台。シンバシリスク、ライトミドルタイプ、大当たり確率199分の1。各編継続率 96%、U タイム599回転。バシリスクシリーズから U タイム搭載の寝台。北斗ジャギを原産タイプにした、大かな完全新作なのでそこそこ、稼働はつくが、パチンコシリーズのバシリスクは打たれてる、イメージがあんまないかな、U タイム狙いは結構美味しい台。麻雀物語4、ライトミドルタイプ。大当たり確率219分の1。ラッシュ継続率 91%、U タイム659回転。原産タイプに時短をつけた台、この説明で十分かな、ライトミドルでは、割と深い659回転。U タイムはほぼ当たり確定なので狙えそうだが、ボーダーがどの辺になるかがポイント。ライトミドルは拾えないんだよな。危ないケージ129バージョン、アマデジタイプ。大当たり確率129分の1。ラッシュ継続率 80%、U タイム天井は通常490回転。待ってました。右打ちランプ搭載機種。右打ちランプなら初回から小当たりラッシュ突入するなら、ゲロアマ台になるんじゃないかな。これを待っていました。U タイムもあるがおまけぐらいかな。コマコマクラブウィズ坂本冬美、199バージョン、ライトミドルタイプ。大当たり確率199分の1。ラッシュ継続率 72%、U タイム天井は通常500回転。コマコマクラブウィズ坂本冬美、99バージョン、アマデジタイプ。大当たり確率99分の1。ラッシュ最大継続率 75%、U タイム天井は通常265回転。こちらも U タイム搭載機種。年配層をターゲットにしてる台なので、こういう台は意外に美味しい台が空いてたりします。リアル鬼ごっこ、二全力疾走チャージ王様、アマデジタイプ。大当たり確率99分の1。ラッシュ継続率 88%、U タイム天井は通常299回転。わずか500台の導入なので、まず打つことはないかな、U タイムがあるぐらいの知識で十分。6月20日、導入予定の寝台。メゾン一国ウェディング、ストーリーアマデジ。アマデジタイプ。大当たり確率99分の1。ラッシュ継続率 78%、右打ちランプ搭載。右打ちランプ搭載機種だが、データ機がピカピカしちゃうので、拾うのはかなり困難だが、拾えない U タイムよりはこちらの方が、恩恵が絶大なので、大歓迎の1台。新車カラッシュ、ジュニア。アマデジタイプ、大当たり確率117分の1。ラッシュ継続率 83%、U タイム天井は通常300回転。U タイムありスペックと U タイムなし、スペックがあるのでもし見つけたら、どちらのスペックなのか、確認は忘れないように、350台じゃほとんど出会えないですが。ライトミドルが3機種、アマデジタイプが5機種。6月トータル7機種8スペックが、ハイエナ台として導入されます。個人的にはリメイク版で、導入される危ないデカ、とメゾン一国がめちゃくちゃ楽しみですね。U タイム機種だと、バジリスクとマージャン4は完全新作なので、少しは拾える機会ありそう。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。